です。今日はですね、今ね、どこに来てるかというと、もうここを見たらわかるかなっていう感じがするんですけど、白子駅に来ております。近鉄名古屋線白子駅ですね。はい、ということでちょっと風が強いんですけど、グルメ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 行っちゃうということで、白子といえばね、最近ねできましたイオンモールが、イオンモール、ちょっとコンパクトなイオンモールみたいなんですけど、イオンができました。でね、食べるのがスガキ屋、スガキ屋で初めてたこ焼きしたということでね、スガキ屋のたこ焼き食べてみたいと思います。ということでね、初めて食べるんですけど、忖度抜きでちょっと行っちゃいますよ。はい、ということで早速行ってみましょう。よろしくお願いしますということです。お願いします。はい、ということでやってまいりました、ソヨラね、ソヨラ来ましたということで、まあコンパクトなイオンモール、イオンモールですね、イオンスタイルソヨラということでね、早速行ってみたいと思います。はい、ここでね食っちゃうよ。もちもちしっとりクレープがあるもちもちしっとりクレープ食いてー。てか今日ね、カメラ、ビデオカメラないんですよ。お、何これ、お、めっちゃゆっくりのスガキ屋なんですよね。はい、まあこれ結構話題にはなってるんですけどね、スガキ屋のたこ焼きね、これがあるんですよ。スガキ屋といえばやっぱりね、ラーメンっていうイメージなんですけど、たこ焼きちょっと買ってみましょう。お客様、ありがとうございます。お伺いいたします。甘辛泥醤油1つ。店内でよろしいですか？あ、持ち帰りで。持ち帰りで500円です。はい、お待たせしました。飲食店いっぱいあると思ったら、スガキ屋しかないんですよね。なんかバーガーキングも入るっていう話なんですけどね。バーガーキングも入るんですっていう話なんですけど、さあということで初めて買いましたよ、初めて。どんな味がするのかちょっとね食べてみたいと思います。行きましょうか。タコ酢、まあスガキ屋の酢ですね、スガキ屋の酢。お、うまそう、うまそう、カリッカリ、生姜、紅生姜がついてる。何これ、でもうまそうですね。初めてスガキ屋のたこ焼きいただきます。うまっ、あのね、だしがめっちゃしっかりしてる、超しっかりしてる、めっちゃうまい、うまいけど、このね、ソースはまあピリ辛、このなんていうの、
この一味唐辛子みたいなのかけてる感じで、結構ねピリ辛なんですけど、出汁がしっかり効いてるね。うまい。うまいけど、うまいけど好き嫌いは分かれると思う。この結構ね濃いんですよ。この生地の味が濃い。濃いんで、結構ねその大阪とかで食べるたこ焼きとはちょっと違うんだよね。濃ゆいんですよ。濃ゆい。そこまでとろっとしてないかな。うん。とろっとはしてないね。だ、中とろ、外カリじゃないんです。外はカリなんですけど、中はややとろ、ややとろですね。ややとろぐらい。まあ、僕は嫌いじゃないですけどね。これ結構好き嫌い非常に分かれる食べだと思います。こうねちょっと割ってみますね。よいしょ。今日ねビデオカメラないんですよ。ビデオカメラ中はこんな感じ。そこまでねトロトロ感もないんでねあれなんですけど、このねこの生地に非常にね味がついてる感じです。うん。まあ賛否両論あるんじゃないかな。どちらかというとね濃厚なんですよ生地が。スガキ屋の味、まあすんのかな。スガキ屋の味すんのかな。スガキ屋のスープをパンに浸して食ったような感じそういうイメージを持っていただけたらなと思います。そうっすね、スガキ屋のこれね、わかる。紅生姜があるのがわかる。紅生姜めっちゃ合うもん。うまい。うまいけど賛否両論分かれるうまさ。僕は好きですね個人的には。ということで美味しくいただき、あ、紅生姜が1枚残ってるな。後で食べとこう。はい、ということでありがとうございました。美味しかったです。はい、ということでいただきました。はい、ということでね、今日はねスガキ屋のたこ焼き泥醤油を食べてみました。あれはね、本当ね、何もかけずに食べてもいいかもしれない。うん、ちょっとね、濃ゆいね。濃ゆいイメージがある。うん。もう、生地にめっちゃ濃ゆい。生地がめっちゃ濃ゆいんで、何もなしでも食べれます。はい。まあ、そんなね、感じなんですけど、もしよかったらね、そよら、ね、白子駅から徒歩、何分 ?2、3、5分ぐらいのところ。にあります。そよら、ね、ぜひお越しください。ここ限定みたいなのでね。はい、はい、それでは今日これで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。失礼します。濃ゆいな、濃ゆい本当ね個人で分かれます。ありがとうございました。